前はインサイド攻めにあった、はい、そのやっぱり後遺症というのがね、今でも残っていると思いますね。なるほどね。ですからそれを克服して打てば、はい、来年からやっぱり同じような数字は残せると思うんです。因縁のね、はい、SG 戦とかね、GS 戦とか言われてましたけど ね。ただ古田としては古田を抑えることができるか。木村8球目です。大きなバウンド、原が掴んで一塁へ。今あったんですが、はい、またそれがひっくり返ってますからね、はい、現在、ね、ベイスターズ苦しんでます。木村が5つしかありません。夏を迎えてさらにその暑さ以上に熱くなっておりますセリーグのペナントレース、まあ、ジャイアンツの投手に層は厚いと言われておりますけれどもね、はいはい、やはりさらにもう少し厚くするためには ね、こういったピッチャーも出てきてくれなくては困りますよね。まずまずのボール投げるんじゃないでしょうかね。これ8月の戦力になりそうですね。そうですか。そうですよね、8月のね、もう8月はね、はい、調子悪くなってきてバテますんでね、まあ、そういったところでクリーンアップに対して抑えきれば自信も膨らんでいきますね。ピッチャー長継ぎがね、出てきてもらいたいですよね。まあ、今のところ負けてる時でしょうけどね、はい、経験を積ませるというところですね。そうですね。それで今日は本当ね、なんか慎重に桑田が行き過ぎましたからね、もう少しやっぱ大胆にっていうのが欲しかったですね。広沢は打ち上げました。セカンドの篠塚。ですからやっぱり今日なんか本当にピッチャーというのは向かっていかなきゃいけないなっていうのをね、いい見本ですよね。なるほどね。1、2塁間です。篠塚掴んで駒田へ。